職場の同僚や上司の目が気になりすぎて仕事が手につかず自身のことなど周りは気にしてないと分かってるんですが、精神的に疲れて辞めてしまうことを繰り返してきました。どうするのが一番なのか、ほなみ考えてた結論は、取った資格を生かして自分の店を持つでした。余計なことを考えずに仕事だけに集中できて売り上げも少しずつ上がってきました。この選択が良かったかもしれないと思ってますが、私の考えはいいでしょうか。全然ありだと思いますよ。僕も結局朝起きれないんでサラリーマンとか無理なんですよね。なので自分の会社を作って、でじゃあ打ち合わせとかも自分が起きてる時間に設定するっていうのをやることで遅刻のデメリットっていうのをなるべく減らすようにしてたりするんですけど、ただ別に朝起きれる人であれば普通に会社員やっててもいいかもしれないので、なので自分の能力とかに活かせて事業をやるっていう方が割とその朝起きれないとか人の目が気にするとか何らかしらの会社員をやる上でのデメリットがある人は自分で経営した方がいいんじゃないかなと思います。遅刻してんじゃん。してるんですけど、これでも少なくしようとはしてるんですよ。はい。